始めたいと思います。英国になりましたので、2分遅れですが始めたいと思います。私は、ドコモモジャパン事務局長の大宮司と申します。よろしくお願いいたします。今回から の新しい企画なんですが、ドコモモの選定建築、毎年10件、少し選んでるんですけど、それについての、レクチャーを行うシンポジウムを、今年の分12件なんですが、5回に分けて、これからレクチャーをしていきたいと思います。初回の今回は、アメリカンアーキテクチャーという括りにしてみたんですが、ちょっと画面変えますね。第1回、今日11月23日14時から16時、この括りはですね、後付けではあるんですが、12件のうちこの3つがアメリカ人建築家に関わっているのではないかということで、今回こういうテーマにさせていただきました。メインとしてはそれぞれの建物の、解説をそれぞれの専門家からいただくという形になっております。一つ目が、自由学園南沢キャンパス、平井さんからご解説をいただきます。遠藤新たの作品、1929年から43年の間に、順次校舎が建ってきました。その次が赤星哲馬邸、今の名前は、ナミュールノートルダム修道女会東京修道院ですね。1934年、設計はアントニン・レーモンドです。ご解説は源田さんからいただくことにいたします。それから最後に、今日の 最後は、名古屋にある大英ビルチング。現在の名称はアーク栄東海ビル、なんですが、ポール・ルドルフが中心になって、日本人スタッフとまとめた、建築になります。ご解説は香川さんからいただくことにしたいと思います。それぞれご解説を、まず最初に私がドコモについてちょっとお話ししてから、それぞれの解説20分ずついただけまして、それぞれ10分の質疑をいただきたいと思います。で、最後時間が余りましたらまとめの質疑をしたいと思っております。まず私からドコモモについてですが、ドコモモは、モダンムーブメントに関わる建物と環境形成の記録調査及び保存、を、進める組織です。日本の近代建築の再評価のための活動を行うとともに、取り壊しが予定されている近代建築に保存要望書を出す等の保存活動に取り組んでおります。歴史ですが、1990年ですね、ドコモモインターナショナル、オランダのアイントホーヘン工科大学で第1回の 総会が行われました。それから遅れて8年後ですけど、日本建築学会の方に、打診がありまして、学会が窓口となって活動が始まりました。で、2000年に正式に、ドコモモジャパンが、インターナショナルの総会で承認されて、その時同時にドコモモ20選という、日本の近代建築を20選んで、鎌倉の近代美術館で展示を行ったりしております。その後ですね、2003年に80件を加えてドコモモ100選になっております。これも展覧会が、汐留のパナソニックミュージアムで行われております。2020年現在では238選、今年12件選定されましたので、合わせて238選となっております。現在の本部はポルトガル・リスボン工科大学にございます。日本支部は、実は去年から一般社団法人に移行したのですが、代表理事は渡辺健二先生、東海大学教授、副代表理事は山名義行先生、東京理科大学教授となっております。会員なんですけど、ちょっと仰々しくて学術団体というとハードルが高そうに見えるんですが、まあもちろん建築家とか、あとは研究者ですね、近代建築の研究者も、多数おりますが、一般市民の方も、結構多く参加されております。これを機会にぜひ皆様も、まだ会員でない方はご参加いただきたいと思っております。この活動に参加することによって国際的な
建築ネットワークの一員になれますし、まあ、会費もあるんですけど、おすすめであります。例えば建築が好きっていう、それだけでいいと思います。近所の建築のこれがいいとか、そういうことをどんどん発言していただければなと思っております。さて、ドコモモジャパンの選定基準なんですけど、基本的には、基本的っていうか原則なんですけど、1920年から79年までに竣工され現存し、オリジナルの建築的価値を残している。その次が、以下のいずれかを満たしている、保存が望まれる建物、竣工当時による、における技術的な革新性とか、竣工当時の社会改革的な思想とか、竣工当時の環境形成の視点とか、あるいは、原則として幾何学的な構成に基づいた神秘性を有している。ちょっと難しいんですけど、これはどういうことかと言いますと、これ日本の近代の歴史年表なんですが、まあ、日本の近代って言いますと、明治維新とされておりますね。1868年でしたっけ。今から152年前、明治維新が終わりまして、近代が、日本の場合は近代がここから始まっているとされています。当時日本は西洋の古典様式、を受容する軸になりました。まあ、欧米列強に並ばないといけないということで、建築の様式も一気に日本古来の伝統から、西欧のもの、まあ、モノマネって言っては悪いんですけど、モノマネをするよね。非常に装飾的な、まあ、荘厳な表現があるわけですね。木造建築でも、これ写真があるんですけど、すみません、これでわかりますかね。例えば松本の開智学校、これ木造ですけど、非常に装飾的な、ヨーロッパの流れを感じさせる建物、あるいは日本にはお江という外国人としてジョサイア・コンドルっていう先生がやってきましたけど、で日本人建築家教育をするわけですが、まあ、例えばお茶の水のニコライド、でその門下生ですね、片山遠熊の迎賓館、あるいはここにないですけど、まあ、有名なのは東京駅、辰野金吾の作品ですね。こういった、様式建築っていうのが日本に一気に入ってくるわけです。ただですね、それから50年ぐらい経ちます。大正時代。まあ、大正、非常に経済が良くなるわけですね。で、どういう流れになったかっていうと、ある、エポックメイキングな、出来事、論文が出るんですけどね、建築非芸術論。要するに、こんなことをやっていては、建築金かかってしょうがないと。国民みんなに広がらないじゃないかというような異論が出てくるんですね。有名なのは野田敏彦という、方の、建築非芸術論で、論文なんですが、まあ、おそらくさあの先生である佐野敏方先生の意向で作られた論文と言われております。で、この建築非芸術論、要は装飾否定ですね。ここから、日本のモダンムーブメントは始まりました。特に、1920年、分離派建築会というのが発足します。これはですね、その建築非芸術論を受けて、まあ、建築非芸術論は建築は用途を乱してれば OK だと、芸術なんかないんだっていう考え方なんですが、いやいや、待ってくれと。装飾建築は、まあ、古典建築は違うとは思うと。それは同意すると。だけど建築に芸術性があることを認めてくれと言い出したのがこの分離派建築会、東大の卒業生6人で、作った、グループなんですけど、これが日本初の、近代建築運動とされています。で、建築を要はフォルムで、装飾じゃなくてフォルムで表現していこうじゃないかということで、日本のモダンムーブメント、あるいはまあ生きてしまうとモダニズムがここから始まったということが考えられます。ここが時代の大きな転換点だったんですね。で、その後、日本にはまた30年代になると国際様式、インターナショナルスタイルっていうのが入ってくる。今日 ご紹介する、キューバ赤星邸とかもそうなんですね。その一つだと思います。あるいは一方で、景観様式ですね。鉄筋コンクリートが入ってくるんですけど、その上に日本古来の木造屋根のにあった衣装を乗っけてしまうというような、ちょっと国粋主義って言えるのかもしれないんですけど、そういった様式も同時に入ってきます。
そして戦争になってしまうんですね。まあ、戦争時代、太平洋戦争、太平洋戦争の時代は、それほどの建築はないわけですけど、戦後は、まあ、日本は高度成長しますので、まあ、オリンピックを目指して、さまざまな建築の流れを受けます。まあ、最近、土木門選定建築で鎌倉近代美術館が十分になるというニュースもありましたけど、あるいは国立西洋美術館、ルーク・オルジュベテの日本唯一の作品ですけど、これが、世界遺産になるというようなニュースもございましたが、こういった建築を経て、あるいはメタボリズム、中銀カプセルタワーが有名ですけど、こういった、まあ、ここで挙げるのはちょっとキリがないんですが、こういったものを含めて、まあ、ポストモダンに至る手前までをドコモモの選定機関としております。このモダンムーブメントがいつまでなのかっていうのは、実は誰もまだ決めていません。1920年に始まって、続いてきてポストモダンで終わったのか、あるいは今もモダンムーブメントなのかは議論が分かれることなんですけど、これは歴史が時代が経って後の研究者の見解を待つしかないのかもしれません。で、そんな中でドコモモは、2000年に誕生するわけですけど、その時はですね、1920年から69年、70年の手前ですね、までを対象としておりました。で、現在ではですね、その後、その後の増やした方がいいということで、79年ですね、までを選定期間としております。これは将来また後ろに延長していく可能性もございます。どうなるかは分かりません。要は歴史的評価が少しずつ煮詰まって固まってくれば、変わってくるものと思います。私個人の見解としてはポストモダンもモダンの一つだろうなとはなんとなく、思っております。なかなか難しいのは時代が近いとですね、評価がしにくいっていう。歴史的位置づけが難しいということがあったりしますね。はい、というような感じなんです。で、戻ると幾何学的な構成に基づいた神秘性。これは何が言いたいかというと、装飾、非装飾なんですね。装飾を、除いて幾何学的な構成、フォルムで建築を表現しているという、ことを念頭に選定をしております。今年12件選定させていただきました。北は青森県から南は熊本県まで、12件の選定がありました。今回のシンポジウムでは、東京の、ちょっとこれ地図ずれました、すみません。東京の多摩地区の2件と、愛知県名古屋市内の1件ということになります。さらっと、これは私からちょっと予備知識的にさらっと言いますと、なんでアメリカ建築家の影響なのかと言いますと、実は今回選定した自由学園、設計したのは遠藤新ですが、これはフランク・ロイド・ライトが、来日して、この帝国ホテルですね、今一部が明治村に残ってますけど、この建物を建てるときに、まあ、書院として参加。で、遠藤新はその後日本で活動していく上で、フランク・ロイド・ライトの影響を十分に受けて、フランク・ロイドの考えを、ロイド・ライトの考えを継承していった建築家です。一方でアントニン・レーモントもライトに関係している人物です。フランク・ロイド・ライトと帝国ホテル設計のために一緒に来日したんですね。で、来日して、そのまま帝国ホテルが終わった後も日本に残るんですよ。で、日本に残って、ただレモンドの場合は、遠藤と違ってむしろライトの影響から逃れたいということで自分の表現を模索していく。有名な前川国夫、吉村順道、ジョージ中島はレモンド事務所に行ったこともありますね。前川はだから、コルビジェの事務所の後、レモンドの事務所に行ったのかな。で、で自分独立するということになっています。あともう一人、これは50年代になるんですけど、ポール・ルドルフというアメリカ人の建築家。今日発表していただく名古屋の大英ビルジングは、このポール・ルドルフの日本での唯一の作品になりますね。キーワードとしてはこのブルータリズムっていうのがあります。荒々しい、国際様式が終わって、まあ、戦後いろいろ変わってくるんですけど、そこで新たに表現主義を見直そうというような、詳しくは香川先生からお伺いするんですけど、そのブルタリズムを代表する建築家、ポール・ルドルフが日本で作品を残してたんですね。
これは私も見に行ったんですけど、非常に斬新です。窓前にルーバーがあるんですけど、これは、90年代日本で結構流行った表現ですよね。窓前にルーバーを、ルーバー建築。こんなことをもうこの時代にやっているという。73年の段階でやってしまっている。空間もちょっとポストモダンなところもあったりして、非常に興味深い作品になっております。すいません、すいません、2分伸びてしまいましたが、それでは、最初、自由学園の発表を、平井さんの方からお願いしたいと思います。はい、平井です。ドコモモジャパンの理事で、目黒建築研究所の平井です。よろしくお願いします。今回選定した、自由学園、南沢キャンパスについての解説を、します。よろしくお願いします。多分自由学園という、名前は建築に興味のある方、まあ、建築やってる方は、何かしら耳にしたり、して、まあ、テレビとかでも最近なんか取り上げられることが多い、ようで、明日館という池袋、目白の間にある、自由学園明日館というところが、設計者がですね、先ほど出てきたアメリカの建築家フランク・ロイド・ライトの設計ということで、有名なんですけども、その時に、フランク・ロイド・ライトの、助手としていた遠藤新太、さんが、その後ですね、池袋の自由学園が手詰まりになったということで、南沢の方にキャンパスを、移すんですが、そちらの方の、設計を遠藤新太さんが、まあ、一人でというか、まあ、スタッフはいたんでしょうけども、ライトとは関係なくですね、遠藤新太さんの作品として展開していくことになる、ものです。はい。これがですね、ちょうど、南沢の方は昭和初期から、少しずつこう、場所をですね、切り開きながら、施設を作っていってですね、今この白黒の航空写真は、最高学部というものがあるので戦後の写真になります。これで見るとちょっとこのカーソル小さいんですが、入り口はこの右の中ちょうどこの辺りですね、右の真ん中あたりで、そこから入って、右手に男子部、こちらは初等部、小学校ですね。で、この大きな、一番奥にあるところが女子部になります。真ん中は東天寮という寮になって、手前の方にあるのはこれ最高学部、まあ、大学に当たるところになります。で、まあ、これ周り見て、見るとですね、もう田園風景です。田んぼが広がる、田畑が広がるような場所で、当時は田無駅で、今はひばりが丘駅から歩いて15分ぐらい、なんですけども、今はまあ住宅街として広がってますが、当時は東京の郊外ということで、駅までは池袋から貨物列車に乗って子どもたちが通ったという話を聞いたことがあります。なんかジャガイモとか乗ってるような、そういうところに乗って、通った生徒さんがいるということを聞いたことがあります。あとはですね、ここ、まあ、どういう地形か、これ後でちょっと、重要になってくるんですが、こうちょっとうっすら見えるんですけど、小川が流れてるんですね。川が流れて、でそれがちょうどこう、この女子部 の、 グラウンドの、下に暗渠で通ってですね、こっちの方に流れていくんですが、最初この土地を、買った時には普通にここは沢というか谷になっていた場所になってます。なので女子部とそれ以外の部分でこの谷を挟んで向かい合ってる丘のような地形だったんですね。で、これは今日発表していただく源田さんからちょっとお借りした資料にちょっと、ちょっと付け加えたものなんですが、今のこのひばりが丘駅から自由学園の南沢キャンパス、まあ、これ通学路っていうのは今の通学路ですね。昔は自由学園は基本的には全寮制だったので、夏休みとか冬休み以外はあまりその、まあ、通学として通ったりするような感じではなかったそうなんですけども、
東京の郊外に自由学園が新たにキャンパスを作ったっていうのは、まずその先ほどの田園風景の中で土地が安かったっていうこと で、その自由学園の創始者である、萩本か萩義一夫妻が、こう買った時にですね、一緒にこの今青く編みかけしてあるところも一体的に土地を買ってるんですね。でそこを、分譲地として、売り出してます。これ1期、2期、3期、4期とこういう区画でですね、売り出して、その、売ったお金で、キャンパスの建設地に当てていると。まあどちらかというと、当時は、まあ、ものすごい郊外という場所だったので、ここに住んで、もらうというよりかは別荘的な意味合いがあったそうですが、まあ、実際は、住んでる人の方が多かったそうです。でそれと自由学園 の、 その南沢キャンパスを作るにあたって寄付を、まあ、求めようということだったそうなんですが、その時に、まあ、そのただの寄付じゃなくて、こういう形で、寄付してくれた人が、まあ、寄付してくれた人というかその、まあ、土地を買ってもらうと、まあ、多分当時は今で考えるような地下じゃなくてですね、二束三文みたいな土地をちょっと造成して、それを、まあ、売って、建設費に当てていたので、まあ、そういう位置づけのものだと。なのでここの分譲地を買った人たちっていうのは、まあ、自由学園の関係者とか卒業生とか、通ってる親とかそういった人たちが、主だったそうです。でそれがですね、今現にもうできてからですね、一席近く経ってですね、行くと、どちらかというと今この通学路というよりか大きな道通っていくとこう入っていくんですが、この分譲地に入っていくとやはりちょっと空気が、街並みの空気がこうガラッと変わるんですね。こう武蔵野の雑木林の雰囲気が残っていたり、そういう意味でもこの自由学園のキャンパスとこの学園町という街なんですが、この学園町っていうのはすごく一体的なこう環境形成をしている。でとても、まあ、日本の普通の住宅地のとは思えないような素晴らしい環境を作っている場所になります。でそこにはですね、このように自由学園の中にある建物と同じような、デザインの建物がたくさんあります。あと、実際に遠藤新さんが設計した建物がこの上の2つとか、あと息子さんの遠藤楽さん、東さん、あと、そのお弟子さんの、自由学園の、建築の管理をしていた宮井さんとかですね、そういう関係者が設計したものとか、またそうでなくてもその場所の環境を考慮した、デザインの建物が数多く建っていて、一体的な環境を作っている。で面白いのは売り出した頃のですね、この土塁がまだ残ってたりするんですね。今も塀を作ってるところもあるんですが、当初はこういった土塁で、教会を作っていた、まあ、軽井沢とか、まあ、そういうような雰囲気ですね。なのでやっぱりちょっとこう郊外の別荘的な雰囲気があったんだと思います。でこれは最高学部があるので、戦後間もない頃の、配置図です。でこれは遠藤新さんが設計したものが全てナンバリングしてあるんですが、これはですね、ちょうどこの青い点線のところに小川が暗渠になっているので谷間になっているんですが、住宅地の方から大地が続いていって、その、エッジにこの学園がある。で谷を越えてさらに反対側の丘に女子学部がある。でそこは遠藤新さんが戦後ですね、この最高学部っていうのはその時天野太郎さんっていう建築家が事務所にいてですね、この最高学部の図面を描いていた時に、最高学部の図面と男子部の何か実現しなかった何かやっていた時に、天野さんがその配置を考えて提案したら、全然お前は分かってないと、あの場所にはオーダーがあるんだと、空間のその軸線みたいなオーダーがちゃんとあるのにそれに乗ってないみたいなことを言われたって あるんですけども、でどういうことかなと思ってこうなんか軸線的なものをこう引いてみるとですね、なんとなく多分この、谷を挟んだところで大きく分かれているのと、この入り口がここなんですが、そこからこの長い敷地を3等分にこう分けている、このぐるっと回れるこの道が結構重要なんじゃないかな。
でそこに対してなんかそれぞれのこう軸線がこうなんか通っている、まあこれはあの想像ですけどね、まあ、そういうようなことが見えてくるんじゃないかなと思います。でこれ、現状ですけども、朱色に塗ってあるのがエンドアルタさんの建物が残っているもの で緑色に塗られているのはこれは息子の遠藤楽さんが設計したものです。なのでちょっとやっぱり遠藤新さんが設計していた頃のその軸線のこうなんかこう秩序というかそういうオーダーみたいなものが薄れてはいるんですが、まあ、環境としては当時の、環境を継承しながらは残ってきている。まあ、楽さんの設計した建物この辺のものはなんかこう軸線を意識したものがあるんですが、その後まあどんどん学生も増えてきているので施設自体がこう増えてきてですね、当初 の, あの、まあまあ景観としては継承はしているんですけども、その純粋性というところではちょっとなんかこう複雑になってきてるかななんてところは、感じてます。で実際このようにですね、入り口の門です、これはエンドアルトさんがデザインしたもんで、もう門を見るとですね、普通学校っていうと真ん中にこう並木道は通りがあって正面に校舎があるっていう感じなんですが、門から見えるのはもう雑木林ですね。これは遠藤さん自身がそういうふうに意図していたものだそうです。まあ、実際にこの、計画をするときには遠藤新さんだけでなくてですね、羽生善和さんが事務所に通って、遠藤さんの事務所に通ってけんけんがくがくと、この計画を練ったという文書が残っていて、遠藤新さん自身がこれは、自分と、羽生さんとの合作だと言っているので、まあ、そういう意味では羽生さん夫妻の思想とですね、遠藤さんの思想が、まあ、一体となった、こうデザインが現れてるんじゃないかなと思います。でこれはずっと今の門入って左側に行くとですね、初等部、今でいう小学校ですねが、このような道からですね、この森というか林の中にぽっかりとこう日がたまるような場所があると、大体そこにこういう校舎があるんですね。こんな形で、こう歩いていくと、その木々の陰から校舎が見えてくる。で、ちょっと奥に行くとですね、こういうその、なんて言うんでしょうね、この広場というか、日だまりを囲んだような構成で校舎が建っていると。でこれは一番最初の頃にできた、初等部になります。でさらに奥に行くとこのような形で、女子部、これもちょうど丘を降りて行くんですね。沢もともと沢だった場所、谷間、になるんですけども、降りていくと、この林の陰からこういうような形でですね、校舎が見えてくると。でどれもですね、これ一つ、これを見てもそうなんですが、校舎に正面からアプローチしていかないんですね。これは遠藤さんがすごく気にしてた計画、この全体計画の中で気にしていたそうなんですが、その建物の軸線に沿ってまっすぐ歩いていくんじゃなくて、建物が持っている空間軸に対してこう横からこうずれて入っていくっていうような、それで多分そのシークエンスっていうんですかね、こう歩きながらこう空間にこうなんかこう沿ってこう一体化していくような、なんかこう体験空間みたいなものを意識してたんだと思うんですけども、でそれは、やっぱりこの地形の起伏っていうものとリンクしていて、そういった大きな地形から細やかなささやかなこう微地形みたいなものまで巧みに捉えながら、デザインしていて、建物を配置していってるというところが、とても訪れるとですね、よくわかります。女子部はこの中心にあるのは体操館ですね。で奥にこれちょっとこれだと分かりにくいんですが、広場を囲んで奥に食堂があります。でこの体操館は、今デンマーク体操、10月ぐらいになるとですね、毎年、体操会っていうのをやっていて、ここから校舎上にこう、体操するときにこう学生たちがこう並んで出てくるのはなかなか見てると壮観です。で、ここはですね、グラウンドになってるんですけど、この下に暗渠があって小川が流れている。でここはですね、全体のキャンパスの敷地から言うと北側の谷間沢の湿地だったそうで、
遠藤さん自身はその建築を作るときには一番いい環境には手をつけないで環境の悪いところに建築を建てなさいと、そうすることで、全体がこう美しくなっていくと、まあ、環境が良くなっていくみたいなことを言って、まあ、まさしくこれがそうなのかなと、感じる、ところでもあります。まあ、このような感じでですね、周りはこう雑木林、まあ、最近はちょっとこう周りにマンションなんかもこちらほら見えてきてますけども、まあ、あの素晴らしい環境を作っている。で、その脇をこう歩いていくとですね、丘の上の方に坑道があります。これはまあ、この、最初の、ファーススケッチ、遠藤さんのスケッチになりますが、女子部というのはこの一番低いところにこのグラウンド、まあ、これは大雨が降った時の遊水地的な意味合いもあるそうなんですけども、体操館と食堂と講堂、まあ、軸線をこう作っていてですね、3つの中心を作っている。でその中で、講堂っていうのは一番高い丘の上にパルテノンのような佇まいでこう配置することで全体が引き締まるっていうようなことなんかを言っています。周りにあるこの回廊ですね、これも食堂の前に広い広場があってですね、それを回廊でぐるっと回して、その周りにこの、教室がこう並んでいる、付属している。で、まあ、自然をですね、こう抱きかかえながらこう空間を作っていくというのが、まあ、この自然と一体となった環境を作っていく、まあ、独特な配置構成なのかなと。特にこういう丘ですね、丘の一番日の当たりのいいようなところを捉えていくっていうか、こう囲んでいくような配置っていうのは、遠藤さんの師匠であるフランク・ロイド・ライトの、ウィスコンシン州のタリア線の配置なんかにとてもよく似ていますね。で、まあ、このような形でですね、講堂が、まあ、この講堂そのものは自由学園の前にある、自由学園明日館の前にある、重要文化財に指定されている講堂と構成は一緒になります。ちょっと骨格というか屋根に瓦が乗っていたりとか、そういうところは違いますけど、こういう塔が2つ立っていたりとかですね。でこの上からですね、こう、まあ、振り向くとですね、水盤があって、この教室棟が林と自然と一体になったような形でこう見えてくると、結構素晴らしい、景観ですね。でその奥にあるのがこの、食堂になります。で自由学園はもともと大正時代の自由教育運動の、まあ、一つとしてこう生まれてきた自由教育の、一つで、まあ、最初は明日館は女学校でしたが、その後、こちらに来てからは、共学というか男子部と女子部分かれてますけれども、ここは女子部の中高生にあたるところですね。で、ここではですね、野菜を自分で育てたりとか、お昼ご飯は学生たち自身で作ったりとか、まあ、そういう自主性を重んじた、教育を行ってきた。まあ、そういうことで、まあ、全寮制だということもあり、当時の、婦人たちのですね、社会進出の助けになったと、まあ、そういうような、社会的な側面もありました。で中はこんな感じです。で、遠藤さんの、面白いところは、自由学園の明日館の方は、2x4 で作っているんですが、その後いろいろやっぱりこう改良を加えてきて、和小屋トラスとか、2x4 だけじゃなくてですね、ちょっとハイブリッドな構造をいろいろ考えて、で空間のこのボリュームの大きさに沿ったなんかこう骨格っていうものをいろいろ編み出していくんですね。よくその先ほどの講堂なんかそうなんですけども、こう切り妻に対して屋根のこの形に対して、普通梁ってこう梁間方向で通すんですけども、そうではなくてこの空間に対してこう桁行き方向で直行する方向に大きな、まあこういうようなですね、梁を作って、空間を大きな空間とちょっと小さな空間を分けていく、まあ、そういうような三枚おろしの構造というのを考えていたり、あとはこれ食堂から見るともうほぼ1階にこう地べたにこうついているような、それこそライトの、プレリーハウスっていうんですかね、当時の草原住宅のような低い軒の建物に見えるんですが、これ斜面なので反対側から見るとちょっとタッパの高い、体操館になっていて、中はこのように、やっぱり空間の
そのボリュームというか、こう光の入れ方とか、そういったものに合わせた、ユニークな骨格を作っているというところではとても面白いですね。で、回廊の方からこう見るとですね、まあ、のどか、ここが本当に東京の、まあ、東京の中の、景観かと思うくらいですね、素晴らしいこう、景観を今でも残していて、そこで子どもたちが、学んでいると。これは男子部の方です。男子部の方はやっぱり男子のを象徴するような、なんかこう真ん中の大きな建物は体育食堂ではなく体育館なんですね。で、これはまあ、ちょっと後期の方には作られているものなんですけども、教室棟がこう、こちらにもあったんですが、これ右側にあるものと同じものがあったんですが、今そちらはもうなくなってですね、建て替えられて2階建ての、これは遠藤楽さんの建物、設計した建物になっています。これは羽に夫妻のですね、この学校の、象徴している、思想なんですけど、思想しつつ生活しつつ祈りつつ、まあ、これはやっぱり実習生、まあ、生活を中心とした、まあ、学校だというところでですね、まあ、自由学園の価値というところは今話してきた内容をちょっとまとめてみるとですね、まあ、明日間の行動から始まる桁行く方向に針をかけた三枚おろしの、構造を、発展させた、まあ、通媒法から脱却して和声やトラスを組み合わせたユニークな骨格とかですね、あとは、自由教育運動の一つとして、まあ、実質性を重んじたそういう全寮制の、学生生活で、婦人の、社会進出を助けたり、まあ、あと遠藤さん自身が戦後ですね、米軍に掛け合って新しい新生中学校を計画するときに、この南沢のキャンパスをモデルにした、提案をたくさんしていて、それが実現しているんですね。あとは、まあ、簡素な素材の幾何学的構成による組み合わせで、まあ、自然と建築と人の生活がつながる美しい風景を生み出していると。ライトから継承した有機的建築の思想を、まあ、日本の気候風土に見事に翻訳した、作品じゃないかなと。で、最後にですね、まあ、キャンパス建設のために分譲地とした学園長と一体的な環境を、まあ、今でも、持っていて、全体として、町として類まれな美しい町並みを作り出している。あとは羽生夫妻の、まあ、生活を中心に据えた理念を、見事に実現させて、現代でもその環境を保ち続けていることと、個々の、建築の質と高さだけではなくて、巧みな配置計画と自然の、まあ、地形や森林との結びつき方によって比類ない環境を作っているということが、言えるんじゃないかというところで、はい、僕の、説明はこれ、ちょっと時間オーバーしちゃいましたけども、これで、以上になります。ありがとうございました。はい、まあ、最初のスライドで見せていただいたときに非常に驚いたんですけど、本当に森だったんですね。周りの田園風景で。いわゆる隣のトトロの所沢に、まあ、近いところではありますけど、本当に景色がの中に学園を作ったというような、そんな感じなんですね。また建物の低さとか、そういったこと、構成とか、その例えば使えないな土地の要は、悪いところに建物を、固めて建ってて、良いところは残すそのまま残していこうという思想とか、非常に感銘を受けました。まあ、学校建築なんで、まあ、普段誰でも入れる状態ではないと思うんですが、まあ、特に今はそのなかなか難しいと思うんですけど、まあ、コロナが明けたらぜひ見学会など開いていただければななんて思っております。はい、本来であれば10月に体操会と、4年と11月に美術工芸展という時に一般の人たち入れるんですが、今回は今コロナで一般の人たちが入れなくなっているので、うんうん、まあ、たまに見学会とか、まあ、比較的やっているはずなので、まあ、そういう時とかにですね、ぜひ体験していただければと思いますね。やっぱり見たことない人がやっぱり来るとやっぱり感動しますね、あの空間。はい、うん、もちろん池袋の自由学園も存じ上げてるんですけど、非常に高さが低い作りで、すごくしっとり落ち着いてるんですよね。うん、池袋は周り環境激変してますけど、ひばりが丘はまだまだ平和の街並みなんですね。ひばりが丘団地も近いですけどね。近いですね。はい、
そんなにあのタワマンが建ってる、あの大泉学園は駅前タワマンだらけになってますけど、ひばりが丘はそんなことないですもんね。だからそれは源田さんにちょっとその学園長の話を。そうですね。そうですね。すみません、ちょっと私から、あのすみません、今日最初に申し上げなかったんですけど、皆様、あの、Zoom で参加 していただいている方は、あの下にあるあのチャットですね、チャットのところで質問ができますので、あのそこであのご質問いただいても、答えられ、時間があれば答えようと思っております。源田さん、いかがですか。あ、源田です。突然振られて、ちょっとびっくりしてますが。まあ、ちょっとまだ私もあの調べさせていただいた段階で、あの周辺との違いというのはまだあのよく分かってはいないところではあるんですが、やっぱりすごくやっぱ遠藤さんをはじめとする建築家の皆さんが地域にあの何でしょう、明示的に直接的にはあの出てこないにせよ、たくさん建物を建てられていて、でかつ十川学園の関係者の方々もたくさんおられて、何かこう暗黙知の共通認識がその地域にあって、それが脈々と現代まで続いてきているっていうのはかなりあの特徴的かなというふうに思っています。そこはあの、まあ、この後私発表させていただくあのアントニン・レイモンドの赤星鉄馬邸はあの同じ時代に郊外に移ったあの成蹊学園の近隣の場所にあるんですけども、そこはその周辺の作り方とまた違う感じがあってですね、あのそれぞれの特徴があの面白く出てるんじゃないかなという気はしています。ありがとうございます。平井さんは何かコメントありますか。まあ、補足ですけども、あの今見て面白いところとすれば、あのキャンパスまあまあ、キャンパス内、学園長もそうですが、一番最初は、まあ、遠藤新さんが、ほとんどまあ建物を全て作っていて、ライトのお弟子さんって、まあ、何人かいるんですが、あの遠藤新さんは初期の、まあ、お弟子さんで、ライト自身がプレーリーハウスとプレーリーハウス、プレーリースタイルとかって言われた草原住宅を作っていた頃の影響がそのまま、遠藤さんの新田さんの作風としてなってきているんですが、その後言っている遠藤楽さんって息子さんの作品はユーソニアンスタイルってライトの後期のスタイルのものが、図書館とかですね、他の建物、ホールとかですね、そういったものになっていて、なんかその時代のなんかこうそれぞれ影響されたあの、まあ遠藤新田さんも楽さんも両方ともライトに学びに行ってるんですが、その時代によって違ったこう作風に影響されているものがあの一緒に見れるっていうのも面白いですね、訪れると。ライト、ありがとうございます。あのライトの影響っていうのは多分あの日本の近代建築ではあのなかなか得意なんですね。フランク・ロイド・ライトって近代建築三大巨匠とされてるんですけど、まあ日本人は割合コルビジェとかが好きで、ミースとか、そっちの方向側に浸水してる人が多いような気がするんですけど、ライトっていうのは、まあ、木とか、あとは細かいディティールとか、あるいはあの言ってみれば、まあ、浮世絵集める趣味もあったみたいですけど、日本的なところがすごくあるんですよね。まあ、あの照明器具のデザインとか、ライトのデザインはなんか和風な感じもしますし、なんか日本の影響を受けたのかなと。逆にそれを日本が逆輸入した形で、日本の風土にすごくマッチした可能性もあるのかななんていう気はしております。まあ、すみません、ちょっと話が長くなって、そういう思想に影響されていて、まあ、うん、僕は楽さんによく話で聞いたのは、ライトがよく言ったのは、まあ、老子の話で、なんか器、壺かな、あのこう器の、本質はその、物の形じゃなくて、シェイプじゃなくて、中のボイドだみたいようなことを、ライトはすごく感銘を受けたということを言って、やっぱり空間なんですね。物は空間をどういうふうに、こう、なんかこう、場所を作っているかっていう、その空間のために建築があるみたいな、なんかそういうようなところが、よく、遠藤新さんがやっぱり理解して、継承しているのかなというのがよくわかります。自然そのものも、雑木林も、なんか、見栄を切らない自然って書いてるんですね。で、こう歩き回る、この3次元の空間だと広がりがある。
それが本当の自然で、それと一体となった建築であるべきだという言い方をしているんで、そういうのがよくわかりますね。あと質問が来てますね。あ、はい、チャットで質問が来てます。長きにわたってで使われる建築として外壁や内装などの改修工事は何回かされているのでしょうか。ご質問されている方は、これはかなりですね、やっています。はい、はい、遠藤楽さんがずっと面倒を見てきていて、でその後は、袴田義夫さんっていうあの建築家の方が耐震補強をやったりとか、それ以外に、まあ、白石建設が直接いろいろメンテナンスをやったりとかですね、あのまあ、白石建設は楽さんの仕事をずっとやってきたところなんですけども、あのそういう意味ではあのずっとそういった関係者が、面倒を見てきていましたね。あとは、さっきちらっと出てきた宮井さんという方が、建築家ですけども、遠藤東さんの事務所にいた方なんですけど、その方が一応こうあのなんていうか嘱託みたいな形で全体の管理を行ってきて、いるので、あのまあ、そういう、なんていうんでしょう、全体のこう、思想みたいなものは継承して、ちゃんと来てるのかなと思います。あとはですね、もう一つ、なんかプライベートで来ちゃってるんですけど、ライト遠藤氏は学校建築を多く手掛けてるんでしょうかっていうのは、これはまあやっています、まあ、ライトもやってますけど、遠藤さんはでも、もうだいぶ壊されて、古くなって壊されてなくなってますね。東北の方で戦後その、新生中学校の建物をたくさん作っていて、まあ、1、2箇所残ってるかなってぐらいですけども、あんま原型はもうないと思いますね。はい、あと暗渠は最初からっていうのは、これはあのこの中学園を作るときに遠藤さんがあの広場を作るために暗渠にしたそうですね。あ、暗渠の上に建てたっていうのは本当なんですか？暗渠はあのグラウンドの下に通ってます。あ、グラウンドの下を通してる。はい、グラウンド造成するときに小川を暗渠にして、ということですね。なるほど。はい。わかりました。ちょっと時間、すいません。時間オーバーしましたので。もう一つ質問で録画されてますが、あのこれあの YouTube でもあの、配信してますので、ぜひそちらもご覧ください。では時間も来ましたので、じゃあ次に参りたいと思います。では次はですね、源田さんから、旧赤星邸についての発表をお願いいたします。はい、じゃあ画面共有でさせていただきます。はい、お願いします。で、源田と申します。よろしくお願いします。今、実は保有者のナミル・ノートルダム修道女会さんのご好意でですね、実際に赤星邸妻邸に来させていただいて、お話をさせていただくことにしています。で、これ今、後ろに見えますけども、先日9月にですね、こちらでどこの選定、建築物の記念式典もさせていただいたプレートも置かせていただいております。それでは早速。こちら、見れておりますでしょうか。大丈夫ですかね。はい。じゃあ、私の方から発表させていただきます。改めまして、東京大学大学院の博士後期課程で、独立行政法人で勤めております、源田と申します。じゃあ、赤石邸妻邸に関して、説明させていただきます。で、今日は、流れとしては、5つでちょっと構成させていただこうと思っています。で、1つ目が、設計者アントニン・レーモンドについて。で、2つ目が、世襲の赤石邸妻について。で3つ目が竣工時の赤星邸妻邸について、4つ目が赤星邸妻邸は保有者が変遷しておりますので、それについて、で5つ目が赤星邸妻邸の詳細を昔と今を比較しながらお話しいたします。で、初めに設計者のアントニン・レーモンドについてですが、皆様よくご存知のことと思いますが、アントニン・レーモンドはチェコスロバキア出身のアメリカの建築家でして、日本には先ほど説明あった通り、1919年に帝国ホテル建設のためにフランク・ロイド・ライトの助手として来日しております。で、その後、日本で設計活動を続けまして、21年に独立した後、戦前は1937年まで滞在しました。その後、アメリカに行きまして、戦後1948年に再来日して、73年にまた臨時するまで再び設計活動を展開していました。で、戦前は20人で、戦後は50人以上の書院を抱えるような大きな事務所で、多くの建築家を育てて多くの作品を残しております。
というような意味でも日本の建築界にも大きな影響を与えたような日本の現代建築の父とも言われているような存在になっております。で、実際にレーモの事務所にはですね、先ほど説明ありましたように前川邦夫ですとか吉村順次ですとか、あとは杉山正則などですね、はじめとするような建築家たちが入所してまして、まあ、彼らは近代建築の近代日本の建築界に影響を与えた大家でもありまして、レーモンドは作品だけでなくて人材育成を通しても日本の建築界に影響を与えたということが言えると思います。で、そのレーモンドの建物の特徴としましては、まあ、独自性を出していくまでに行き着く過程の中では、まあ、特に30年代ですね、フランク・ロイド・ライトとかオーギュスト・ペレとかコルビュジエの影響を受けながら日本の建築様式とか大工仕事を取り入れた独自のスタイルを追求していったということです。で、例えばこの写真はですね、吉祥寺の赤星哲磨邸にも近い、東京女子大学の竣工時の写真ですが、まあ、これもオーギュスト・ペレの影響が強く出ているようなことも見受けられます。まあ、そういった中でですね、赤星哲磨邸ができていくわけですが、まあ、これはレーモンドが日本の伝統建築とか風土とか精神と、まあ、インターナショナルスタイルを融合させることで、まあ、自身のデザインを確立させるような役割を果たした歴史的な価値を持つ建物の一つであると言えるのではないかと思います。で、このレーモンドは、この後説明する赤星家とつながりが強いこともあります。で、赤星家の建物としては1931年の赤星四郎別邸をはじめとして赤星喜助邸ですとか赤星哲磨邸、あとは1934年に赤星六郎邸も建て続けに設計しています。その中で青春の赤星哲磨のご説明をしますと、赤星哲磨はですね、実業家として活躍した富豪でした。ですけども自身が表舞台に立つことを極端に避けた方で、文献にあまり登場はしませんし、関係する建築も今やあまり残されておりません。で、この赤星哲磨に関してはですね、ここに表紙も載せておりますが、米原圭さんの著書赤星哲磨消えた富豪に詳しく記載がされています。で、この赤星哲磨はですね、武器貿易で財を成した父の赤星世之助、その後を継いで、大正銀行の開業ですとか、学術支援団体の経営会の設立ですとか、朝鮮半島での青函農場の経営などですね、数々の事業、実績を残していきました。で、まあ、そのような赤星哲磨の一家はですね、当初ですね、鳥居坂にある今、国際文化会館が建っている敷地に家がありました。ですけども関東大震災にて倒壊しまして、まあ、集合住宅に仮住まいなどした後にですね、親交のあった三菱財閥の4代目の総帥の岩崎小彌が運営に携わる成蹊学園が吉祥寺に移転するという契機に、まあ、子供をこの学校に通学させるために吉祥寺に転居します。で、吉祥寺では初めですね、アメリカからの輸入住宅に住んでいました。で、その上で1934年に赤星哲磨邸を建てることになります。で、赤星哲磨邸にはですね、この一家は44年に陸軍に接収されて大磯に疎開するまでの約10年間住んでおりました。まあ、こういった意味でもですね、赤星哲磨邸というのはその哲磨の数少ない実績を表す場所、あとはアントニン・レーモンドや岩崎小彌との関係を裏付けることのできるような貴重な文化財ではないかと思っています。で、竣工時の赤星哲磨邸を、その時代背景とともにご説明します。この時代ですね、1923年頃はですね、関東大震災以降に、郊外の住宅地開発が盛んになっていきます。で、やはり地盤のしっかりしている武蔵野台地上の各地域が注目を集めるようになります。で、郊外住宅地開発に関してはですね、まあ、近代施設が移転することによって、その地域形成が行われるということがたびたびありました。で、当時ですね、欧米の流れを受けた大正新教育運動というのが起こってまして、その影響で、まあ、ある意味近代施設の一つである教育施設が自らの教育理念を実現させるためなどで、郊外で理想とする学園町の創造を目指したというケースもありました。例えばそれが成蹊学園ですし、先ほどご紹介のあった自由学園もそうですし、成城学園もそうなんじゃないかなというふうに考えています。で、その一つである成蹊学園はですね、1924年に池袋から吉祥寺へ移転しまして、学園周辺に分譲地などを計画することになります。
で、その成蹊学園の移転先である吉祥寺のある武蔵野市域に関してですけども、この地域は、日本の近代都市計画の出発点といわれる地区改正が初めに行われた東京23区の都市計画範囲外にあります。で、この武蔵野市域ですけども、1928年までは武蔵野村、28年から47年までは武蔵野町、47年から武蔵野市となってますが、この町になった町政の施行に関しては、成蹊学園が吉祥寺に移転したことが大きく影響しているというふうに言われております。この上で武蔵野市域も関東大震災後、急速に都市化をしていきます。で、1930年代頃よりですね、中島飛行機などに代表されますが、武蔵野町にですね、軍需工場が進出していきまして、ある意味、軍需産業都市の要素も呈していくようになります。で、その武蔵野市域に所属する吉祥寺なんですが、ここはそもそも五日市街道軸とした、短冊型の地割りを基盤とするような、農村の一つだったんですね。で、その上で、大正時代頃にですね、武蔵野にも郊外の保養型の別荘などが立地するようになりまして、吉祥寺にもその別荘地の一つとしての認識もされ始めたということになっていました。そのような地域にですね、岩崎小屋田は岩崎農園を作ったりですとか、赤星鉄馬はカントリーハウスを所有するということになりますが、そこに成蹊学園が1924年に池袋から移転してくるわけですけども、その土地自体は岩崎小屋田の岩崎農園の1万数千坪と、あと隣接する土地8万坪の提供によって捻出されます。で、その一部に学生家族のための分譲地も計画されるということになっておりました。で、その上でですね、その成蹊学園の移転の時にですね、成蹊学園の創立者中村春次がですね、理想として19世紀の後半にイギリスのボーンビルというところで実現したキャドバリーの田園工場という田園都市の一つを挙げておりました。で、彼はですね、機関誌に、そこに書いてあるように、記載をしているんですが、学園の敷地の周りに木を植えて、他との交渉も立って、その数万坪の寺所の中に学者を建て、花も植え、木も茂らせ、水泳場や体育館も設け、図書室、実験室、クラブを建て、暖かい気分の寄宿舎や、教師の田園都市を建てて、理想的田園学者を早く建てたいなとつくづく思います。というふうに、記載をしておりました。で、実際彼はですね、1924年に他界してしまいますので、その理想理念がどのように具現化されたかというのは、不明なところが非常に多いんですが、地域形成と非常につながっているのではないかなというふうに思えております。でですね、開発の時はですね、三菱がこの地域は資金援助を行ったんですが、商売職を出さないことを徹底してですね、分譲地開発は三菱系の会社が行ったような模様ですけれども、また他の学園町に比べてですね、分譲地の分譲に関する積極的な広報というのはあまり見られておりません。で、この、分譲地ですね、この場所の特徴としては、東西方向に道路が作られたことですとか、あとは整理された正方形の500坪程度の大きい、敷地であったこと、あとは並木が整備されたことなどで、それまでの近隣の短冊型の敷地に基づく、地域の特色とは異なるような近代都市としての要素を呈していたということが分かります。その上で、そのような場所の近くにですね、1934年にアントニン・レーモンの設計の庭園付きの鉄筋コンクリート造大規模住宅建築の赤星鉄馬邸が竣工することになります。この担当はレーモンド事務所の杉山正則で、構造は小野定造がいたしました。で、この建築は、地下1階、地上2階及び屋上で構成されているもの。敷地は成蹊学園の南側ですね、五日市街道を挟んだ場所、成蹊学園の正門前の正面というような非常に重要な場所に立地しておりました。で、当時は敷地面積が約7000平米で、建物の延べ床面積は500平米で、非常に広大な面積を持っておりました。で、先ほどの大宮寺さんからのご説明にもありましたけども、この赤星鉄馬邸のある意味建築的特徴を一言で表すならばですね、このインターナショナルスタイル、国際様式、建築の特徴を持っているということかと思います。この広大な庭園があるんですが、そこに面する南面は長い立面を持っていて、1階、2階ともにガラス戸を連続させて水平線を強調させていてですね、あとは大規模な開口部があって、その庭園との一体感を創出しているというような感じでなっております。この連続窓の規則性ですとか、あとは直方体と円筒形の
ボリュームの組み合わせですとか、とコンクリート打ちっぱなしの無装飾性、こういったところがインターナショナルスタイルの建築の特徴といえます。で、この直方体と円筒を組み合わせたボリュームの建築の平面ですが、これは T 字型の平面になっております。まあ、東西方向にですね、約40メートルという長い形状を持っていまして、南側に約18度で、くの字型に直方体が曲げられております。で、東の端にですね、円筒形の階段室を組み合わせていまして、これがRC 造の建物の部分なんですが、それに加えてですね、北側に、木造平屋建て、片流れ屋根の木造平屋建てが併設されていて、これで T 字型を構成していました。で、この RC 造建築の部分は主に家族の生活空間である母屋として使われて、木造平屋建ての部分は使用人の下屋として使用されていました。で、この建物の内部なんですけども、1階、2階ともにですね、鉄間家の生活スタイルを考慮した和洋混在の空間設計になっておりました。で、この内部構成は、施主の鉄間の二重生活に必要な入念な配置計画を作り上げることがポイントだったというふうになっています。で、レーモンドはこれをですね、階で主人と家族を分けたり、玄関と内玄関、勝手口で客と家族と使用人の玄関を別としたり、あと廊下を境に居住空間と機能室を切り離して、あと床面の段差と扉によってプライベート空間を分離して、あと和洋両設備の厨房を、壁上の重機によって配膳室と台所とに分割するなどをして、機能を区域で明確に区別することでそれを解決しました。で、1階の内部空間なんですが、主に、家族、婦人、子どもの生活空間や水回りで構成されていました。で、部屋、廊下の南側ですね、南側、こちら側ですが、こちら側に居住空間、で北側に、機能室が配置されて、明確に、この中廊下で、スペースを分割しています。で、両側に玄関、螺旋階段と、蔵が置かれまして、東側の螺旋階段横から、今、食堂で、12室の和室が並んで、中央に、洋風の婦人寝室。続いて4つの、子供部屋ですね、の個室につながり、それぞれが、内部で行き来できるように、設計されていました。で、北側は3つパティオが ありまして、それを挟んで玄関、内玄関や管理人室や応接室、あとは浴室が、配置されていました。で、2階は、主人である赤星哲馬の生活空間が大きなスペースを占めています。1階と同じく両端に、螺旋階段と、管が置かれてまして、この南側には、東半分に10畳の和室、書斎、主人寝室、で中央にバルコニーで、西半分に子供部屋2室と難度でシュラインがある部屋があり、でこの北側には、細長い片廊下と階段、あとは浴室が置かれていました。で、屋上はプールとバルコニー、水槽室で構成されていました。でバルコニーはですね、北側に壁面が設置されてまして、眺望はですね、お庭のある南縁側だけに抜けるようにしつらえられていました。でここには、プールも設置されておりましたので、庭園の眺望を楽しみながら、秘書的な用途で設計したことが推察されます。この北側にはですね、成蹊学園とか五日市街道もありましたので、まあ、こういうふうなデザインは当然のようにも思いますけども、まあ、ここでもですね、南側の庭園との関係性を意識したようなことが、構図として伺います。でその内部のインテリアデザインに関しては、まず、建具に関しては、回転室流性ガラス戸ですとか引き違い窓を設計しまして、屋内外の視覚的空間的連続性を、高いレベルで創出できるようなデザインを徹底しました。でこの写真のようにですね、回転室流性ガラス戸によって庭側の開口部がですね、このように、全開口するようなことも可能になっておりまして、ある意味さながら日本建築の縁側のような空間を編み出すことを行っております。あと、重機はですね、ノイミ・レイモンド夫人がデザインしました。例えばですね、内部の間仕切りに麻布張りの折りたたみ戸が頻繁に使用されたりしています。で折りたたみ戸はですね、場所に応じて茶色ですとかグレーに色付けされたり、あとは横縞模様がデザインされまして、まあ、空間に鮮やかさをもたらしていました。で家具はですね、部屋ごとに細かく椅子とか布地の色が決められまして、カーテンやカーペットも部屋ごとに特殊にデザインされおられておりました。
次はですね、赤星鉄馬店の保有者の変遷をご紹介します。この場所は1934年に竣工するんですけども、鉄馬家族が10年ほど居住した後にですね、44年に日本陸軍によって接収されます。で、鉄馬一家は大磯に疎開することになります。で、終戦後進駐軍によって接収され、1953年まで使われることになります。で、進駐軍により返還された後ですね、土地分割などによって、親族の、清野司などといった方々にですね、中心に土地が、所有されまして、数年は中国人なのに賃貸もされてたようなことを伺っております。で、そして、1956年に並江ノートルダム修道女会が取得しまして、東京修道院になります。で、この並江ノートルダム修道女会が保有時にはですね、1961年に3階の増築ですとか、79年には木造区画を解体すること、あとは主室棟や礼拝棟が増設されたということがございます。そして、2019年に、この場所を売却するということの動きが発生し始めたことに伴って、現在の武蔵野慶明館による保存活動が展開されまして、で、2020年には武蔵野市による取得が予定されているということになっております。保存会の活動に関してはですね、本日、保存会の武蔵野慶明会の代表の竹内代表にも、ご参加いただいておりますので、後ほど、コメントをいただければと思っております。でですね、この次に、進駐軍による接収に関してお話ししましたが、この地域の状況をちょっとご説明しますと、この地域はですね、その分譲地が作られた横の扶桑通りという通りがあるんですが、その周辺にあった大規模住宅の数々が進駐軍により接収をされておりました。でこれらは、1950年代に返還されたと思われますが、その時代はですね、戦後当時ですね、このまだまだ住宅がまばらであった時代でもありますので、住宅が密集する時期はこれより後になるというふうに、考えております。で、これらの接収住宅はですね、実際現在、現存するものは限られているんですけども、ある意味そういったですね、地域の戦争の遺産、としての価値も赤星鉄馬邸は保持しているのではないかなと思っております。こういうタイミングで、説明させていただいておりますけれども、しかも明日は11月24日はですね、武蔵野市の平和の日ということになっております。でその後ですね、1956年より並江ノートルダム修道女会が所有します。で、所有に先立ってですね、この修道女会のアメリカの管区を中心にですね、一つキャンディーを食べるのを我慢して、日本のために募金しようというようなキャンディー募金というのが起こりまして、合計55万ドルもの募金が集まったというふうに伺っております。で、このキャンディー募金による募金活動によってですね、東京修道院の設置が実現をしたということになります。で、その後ですね、もう65年にわたってこの環境が保全されてきたというのは、特筆すべきことかなというふうに思っています。で、このレイモンドのですね、建物が継承されたりですとか、庭園の規模や緑が維持されてきたというような背景としては、さまざまな要因が考えられるんですけども、その一つとしてはやはり修道女会が保持したことによって、例えばですね、建物の清掃ですとか、お庭での瞑想ですとか、そういった日々の宗教活動の一環として、建物やお庭というのがですね、非常に重要であって、それがその結果保全をされてきたということは非常に大きな意味を持ったのではないかなと思います。あとはですね、やはり税金などですね、宗教団体特有の措置も背景にあることは想像に難くないかなと思います。実際にご説明しました分譲地とちょっと比較しますと、1950年代から70年代にかけてですね、この分譲地内の大規模区画が分割されて、戸建て住宅群が生まれ始めます。で、その敷地に突っ込み道路などが増加していくということになります。やはりこれらの変化の背景としては、戦後の処理として、1946年に財産税とか、51年に富裕税などの重税の負荷があったことも推察されますし、相続税なども発生したことが伺えます。でちょっと話はそれますけども、過去ですね、修道女会さんのご好意で、地域の方々もお庭で遊んだりとか、英語を学んだりとか、この場所で地域交流をされていたということを伺ってまして、ここが地域社会の一部として、場や人が育まれてきたというような場所というふうに思っております。このことがですね、保存会である武蔵野慶明会の活動につながっていっているということは、ある意味、特筆すべきことかなというふうにも考えます。こういったことからもですね、修道女会さんが赤星鉄馬邸を保有したことは、この建物の保全に大きな意味を持ったと言えると思います。
で、最後に赤星鉄馬邸の詳細、昔と今の 変化をご説明します。でこの全体構成ですが、ちょっと写真分かりづらいですが、当時と比べて敷地は分割されまして、五日市街道沿いとは面さなくなっております。ただ建物と庭園のある大部分の敷地は継承されています。で当時の建物のうち、RC 像部分の建築は現存しています。で、他の設計者によってですね、79年に修筆塔と、礼拝塔、修筆塔はこちらで、礼拝塔はこちらですね、これが増築されまして、RC 像部分と1階で連結をされております。で、この辺りにあった、北側にあった木造平屋はその際に解体をされております。で、外観ですけども、当時外壁は杉板型枠のコンクリート打ちっぱなし仕上げでした。で1階の軒裏は黄色で、2階の軒裏は群青色に塗られていたようで、日よけは白色とオリーブ色のストライプになっていまして、まあ、非常に鮮やかな印象を与えていたのではないかなと思います。で現在はですね、外壁は白色のペンキ塗りに変更されています。で玄関ですけども、円筒形の階段室による曲線美と、華美な装飾を省きながらも28個のプリズムグラスがあしらわれておりまして、まあ、光を取り入れることをひさしで、イメージをされております。で縦横の線によって、構成されたスチール製の玄関建具が設置されております。でこのプリズムグラスはですね、螺旋階段を上がった2階の、私が先ほどあの背景でご覧、あの皆さんに見ていただいた、この赤星鉄馬の書斎ですね、この、北側の壁面ですね、あとは現存しないんですが、2階のテラスの庇にも取り入れられておりました。で同じ時期に竣工した横浜の富士屋ですね、レーモンド設計の富士屋にも四角いプリズムグラスが使用されておりました。でこちら内部の螺旋階段になりますが、これが玄関を入って左手の、まあ、ある意味建物のハイライトの一つである階段になっています。でこの階段の上が主人の赤星鉄馬の書室になっています。まあ、縦長に4つ窓が切り取られていまして、まあ、ここの窓からですね、あの光が差し込んで、あの重厚感のあるような空間に豊かな陰影をもたらすような、効果を生み出してまして、あと、階段のなだらかな曲線形と相まって優雅さと気品を演出しているのではないかと思います。この、建物は横の軸線を基調とすることが多いんですが、ここでは縦の意識がうかがえます。でこちらはですね、当時の居間と食堂で、今大広間として使われている場所です。で当初ですね、この場所は、そうですね、まあ、今も用途はほぼ同じような用途で使われていますが、この東側でですね、暖炉が核として設置されてまして、レッドウッドを用いた空間になってまして、まあ、家族の団らんを演出するような場所でした。で今、暖炉は、重機がはめ込まれていますが、これを外すと同じような暖炉が今でもこの場所にあります。でその上でシンプルなデザインの丸柱がここに並んでいます。でこの柱はですね、壁面から交代させる芯外しを取り入れてまして、これによって南側の連続窓と大開口を実現させています。で当時はですね、ここから今、食堂、和室、副人寝室、あと4つの子供部屋の部屋同士が行き来できるように、折りたたみ戸ですとか襖を使用して空間を連続させていました。であとですね、ちょっと写真には写ってないですが、窓面はですね、当時は壁面スチール、回転スチール製ガラス戸が用いられてまして、これによって大開口も実現をしていました。まあ、これらによってですね、あの開放的な空間ですとか、庭園への眺望ですとか、庭園との一体感がもたらされて、やはり庭とのつながりを強く意識したということが伺えます。で外には、レーモンド夫妻がよってこしられた藤棚も設置されておりました。で次にパティオですね。このパティオはですね、北側に3つ設置されてまして、玄関と厨房、浴室という生活機能を分割、独立させる効果をもたらしながら、採光と通風の機能を備えておりました。でまあ、南側の大開口ですとか、あとは北側の壁面に設けられた窓と合わせて、ある意味通風としての良好な室内環境形成に寄与していました。でこの玄関横のこれは現存もしますが、玄関横のうちにあのこのパティオでは、純和風のつくばいですとか灯籠が今でも置かれてまして、洋風な周辺書室との調和を試みるような和室の空間が立ち上がっています。あとはですね、この壁面の、開口を通じてですね、管理員室のガラス戸からも今の様子が伺えるようになっていました。
で、ちょっと話が違いますが、ラジエーターがですね、現在も建物の各所に現存してまして、使用されていまして、これはですね、地下にボイラー室があって、そこから全館に張り巡らされたセントラルヒーティングシステムで、使われておりまして、まあ、現在はそのボイラーをですね、石炭からガスに変えて機能を続けております。で、こちらは12畳の和室になります。現在は洋風な食堂として使われています。で、こちら今や食堂に比べて、当時のですね、今とこ食堂に比べて、ここから西側はですね、1段床面が上がっております。で、これによってプライベート空間と分割しながら、まあ、ラジエーターも床面に、床下に機能的に収納されてまして、和室ならではの使い方を実現していました。で、板張りの天井と控えめで洗練された作り付け家具によって、当時の面影が今でも分かるかと思います。で、これはノエミ・レイモンドのデザインになっています。で、南面はですね、ここからも庭の眺望を、景観をついて見ることができます。で、こちらは、厨房になります。厨房はですね、当時と比べて設備は一新はされております。で、施工当時ですね、手前と奥を、この食器類を格納可能な壁面化された戸棚ですね、これと2つのガラス戸で完全に仕切ってまして、こちら手前を台所にして奥側を配膳室として使い分けてました。配膳室にはですね、ダムウェーターも設置されていて、今でもその名残が残っています。で、手前の台所はですね、使用人が居住した北側の木造家屋へ、屋内を通じて移動できる唯一の場所であって、機能で空間を明確に分けていました。で、こちらは、婦人寝室、配偶者の清野文の居室だったところで、現在は応接室として使用されています。で、ここは建物の中央部に位置して、南面はほぼ真南を向いてまして、ある意味、1階の書室の中間にある要のような位置にある場所です。で、ここは子供部屋とは、可動域によって連続した空間になっておりました。で、こちらから見えるのは和室の方向ですね。昔はこのように開けると向こうまで見晴らせたような、見通せたようになっておりました。で、こちらの部屋はですね、収納も特徴的で、四角い太い柱のようなところには引き出しや棚が作られていまして、無駄なスペースを排除しているように思われます。壁面の一番左のここですね、こちらはですね、半円形の引き出しになってまして、で、ちょっと分かりづらいですが、中央の引き出しはですね、上に行くほどに幅がどんどんと奥に行くほど狭いようになってまして、ある意味天板に合わせた、幅が広くなってまして、天板に合わせた形状をとっています。で、一番右側はですね、着物ダンスになってまして、この時期、昭和初期の和洋折衷の生活スタイルを実現させるような工夫が感じられます。で、この上の部分はですね、天板はコンクリートで大変薄く造成されてまして、今でも高い強度を持っていまして、ある意味コンクリートを扱う技術力の高さが伺えます。で、こちらは当時の子供部屋になってまして、今は会議室。に使われています。繋がって使えるようになっていました。で、婦人室からも繋がってまして、子供の世話を容易にできるように配慮していたと思われます。で、こちらもですね、丸柱は新外して使用されております。で、こちらは2階の和室になりまして、まあ、螺旋階段を上がってすぐの南側の空間の場所にありますが、まあ、主人の客室として、和室が設けられていました。で、こちらは10畳になってまして、床には畳が敷かれて、紙障子がはめられていました。で、レッドウッドの幅広の天井板は1階の和室と趣を同じくしていると思います。で、ここ平面図を見てみますとですね、炉が切られていた形跡がありまして、この和室で、まあ、親しい客人を客席でもてなしたり、親交を深めていたことがわかります。で、こちらは今私がお話しさせていただいている書斎になります。これは和室の横にありますね。こちらは同じくレッドウッドの壁面に暖炉が設けられてまして、プリズムグラスが北側の壁面に設けられていて、落ち着いた空間になっています。で、こちらは屋上になります。で、当時、中央から西側にテラスが設けられてまして、こちらプールですね。プールと庇が作られていました。で、ここから庭が一望できます。おそらく大正時代ですね、吉祥寺も別荘地として認識されていましたので、まあ、昭和に入って都市化や郊外住宅地化が進みつつあるような地域を近傍にして、まあ、庭からつながっていくような武蔵野の風景を遠望しながら、まあ、そのまだ残るような別荘地の雰囲気を満喫してたんじゃないかなと思います。
もし天気が良かったらおそらく富士山を見えたんではないかなと思います。で、まあ、ナミール・ノートルダム修道女会の時代になった後ですね、61年から78年頃までは、修練場の浄化に乗ってこの3階部分にプレハブの家屋が建てられて居住していたという記録も残されています。で最後にお庭になりますが、まあ広大なお庭にですね、当時、こちらのゴルフ練習用のおそらくバンカーだと思うんですけども、そういうグリーンやバンカーが設けられていたということです。今ですね、この大規模施設の大半を占める庭園は、まあ芝生とともにですね、武蔵野市の指定の保存樹木が含まれるような樹木群になっています。この樹木はですね、敷地の東側のコンクリート塀越しの道路から敷地の外からもですね、認知できまして、まあ、近隣住民のですね、良好な環境や景観形成の一端を担っています。で長くなりましたが、最後にその価値をまとめますと、一つ目としては設計者のアントニン・レイモンドが当時の日本の文化ですとか風土と調和する空間をインターナショナルスタイルと融合させた場所で、戦前のアントニン・レイモンドの理念を体現した代表的な建物の一つであるといいまして、自らのスタイルを確立するための重要な役割を担った作品といるのではないかなと思います。でこの時代のモダニズム建築はですね、現存するものがあまり多くなくてですね、このような大規模な鉄筋コンクリート造住宅建築が広大な敷地とともに残っていること自体極めて稀と思います。で増改築されたり改修されたりですとか、まあ、竣工時の姿から改変はされていますけども、このですね、日本の文化や風土を取り入れて、まあ、徹底的にデザインを追求してたどり着いたこの建築のスタイルはですね、現在においてもその価値を損なわないと思います。で2つ目としては、この激動の時代を謙虚にかつ大胆に駆け抜けた赤星哲磨の数少ない遺産ではないかと思います。で3つ目は、戦前の田園都市の理念ですとか、戦後の戦争遺産の話ですとか、まあ、そういった地域の近代史を今に伝えるような数少ない文化遺産であるではないかと思います。で、まあ、こういった場所でさまざまな物語が未来に伝わっていくことがイメージできます。あと緑も含めた環境がですね、近隣地域の良好な環境形成の一要素としてなっていることが言及できると思います。で4つ目としては、まあ、ナミル・ノートルダム修道女会さんをはじめとする歴代保有者によって、まあ、その価値をですね、保有されながら時代を超えて住み続けられていたことではですね、都市を備える居住性の高さを示すものとして独立されるではないかと思いますし、あとは保有者の建物への向き合い方の重要性も再認識させてくれます。で実際建物はリビングヘリジでと言いますが生きていまして、まあ、戦後はですね、この修道女会さんによって日々の清掃も含めた活動で丁寧に居住されてきた。これによって今でもみずみずしさを保っています。まあ、こういった建築的、都市的価値がいくつも組み合わさっている場所、建物がこの赤星哲磨邸と言えると考えています。すいません、非常に時間超過して、恐れ入りますが、以上となります。ありがとうございました。まあ、この建物一時は存続が危ぶまれたということですが、皆様の保存会とかの皆様のご努力で残ることになったのは非常に良かったですね。まあ、吉祥寺ですからみんなが住みたい町ですからね、デベロッパーとかは喉から手が出るほど欲しかった土地かもしれませんけど、この環境がそのまま維持されているってことは本当町にとっても非常に幸せなことではないかというふうな感じがしております。先ほど源田さんの方から話ありましたけど、竹内さんからおコメントいただけるということで、この保存会の竹内さんからお願いできますでしょうか。ちょっと時間ないんで3分くらいでお願いしたいんですが、よろしくお願いいたします。お願いします。竹内さん、おられます？いないか。いや、おられます。この臨済校というのが、はい、すみません。どうぞよろしくお願いします。あ、すみません。できれば顔も拝見させてください。ありがとうございます。皆様のおかげで、無事にここまでたどり着いております。源田さんからはとても丁寧なご説明をありがとうございます。もしよければ簡単なスライドを用意したので流してもよろしいでしょうか。ちょっと画面が流れそうもないので簡単にコメントさせていただきます。今年の9月20日にはドコモ様に、プレートの選定授与式をしていただいてありがとうございます。おかげさまで大変盛り上がりました。でこういった流れになったのも去年の12月にドコモの調査団体の方が皆さんで来てくださいまして、ここを
調査していただいたのが原因、すべてのきっかけです。私たちはやっぱり次の所有者である武蔵野市を拘束しない中で、どうやってこの建物の価値を認めていただくかということに苦慮しておりまして、そこでドコモ様という建物の価値は認定していただけるけれども、その文化財の保護と違って、まあ、文化財というか文化財保護法に基づく保護と違って何もその所有者に対する拘束がないまま価値を認めていただけるというところに大変共感を覚えて、ドコモ様にぜひ認定していただきたいと思っておりました。でもう一つ、ここをこの武蔵野から元気にしていくということを考えておりまして、そのために保存会を立ち上げてここまでやってまいりました。でここに至るまでにはカトリックナミュールノートルダム修道女会様の大変なご尽力がありまして、というのは民間で行けばとても高い値段がつくところを武蔵野市へ売却するということになると、もちろん価格としては地価の何分の1に3分の2とかそういったレベルに落ちてしまうわけです。ただそこもいろんな方の思いをもとに、ここにいらっしゃった渡辺和子シスターの思いだとか、あとはこの先ほどのキャンディー募金の思いだとかですね、あと赤星哲馬さんの思い、まあ、赤星哲馬さんという方は自由に設計をしてもらって、その結果として起こったものに対しても何も口出しをしないというものだったので、この建築自体が今後ろに源田君の後ろにたくさんの光が輝いているようにですね、船をイメージしたもので、赤星哲馬さん邸がモチーフにしているのは当時の船です。でアントニン・レーモンドさんにはとてもカトリックとかカトリックのお母さんがいて、お父さんが、改革派ユダヤ教 で奥様がプロテスタントって言って、すべてそのキリスト教的な伝統を持っていらっしゃるだけではなく、44年間日本に在籍して日本の古い価値観をすべて身につけていらっしゃった方なので、ここの中にそのモダニズムが何を目指してたのかっていうのが全部集約されているように思うんです。モダニズムっていうのは結局はいろんなものを削ぎ落として、自分の持っているいろんな余計なものを削ぎ落として、人間にとって本当に必要なものは何だろうかというのを一番ミニマムで考えていったものだと思うんです。それだからル・コルビュジエが坂道をエラズリス邸で計画したように、でそれをラトゥーレ礼拝堂で実現したように、やはりここでアントニン・レーモンドさんも螺旋階段というものを実現したんだろうと思っているんです。螺旋階段というのはそのル・コルビュジエが言った天と地が交わるところ、それがどういうふうに交わっているのか、そこ石が立っているのを見てとても感動したと、記念的なものを見て感動したというように、その螺旋階段自体の中に石を立てたという意味合いのもとになっているキリスト教の故事が書かれているんですね。自分が寝ていたらそこが実は天使が出上がり降りするような場所であって、そこに起きた時に自分はその石を枕にしていた石を立てたんだと。だからこのモダニズム建築という水平線と縦の線だけではなく、この縦の線つまり天と地を混ぜるものが何だったのかっていう追求がその後の坂道の発想になっていって、続いてこの螺旋階段の発想になっていったんだと思うんですね。よって今源田君のいるところは2階なんですけども、2階の後ろには船の2階を思わせるようないろんな光が差し込んでるんです。でこの建物の形状自体はアントニン・レーモンドさんが教会建築で用いていたノアの箱舟をイメージしたもので、それっていうのは現代に響いてくるように思ってます。というのは現代というのは磯崎新さんが書いてるようにモダニズム建築っていうのはもっと別の出発点があったんではないかっていう問題意識に立ってる時代だからです。モダニズム建築っていうとやっぱり高層化してって、それとともにいろんな動力源が必要になってくる。その中には原爆原子力発電も入ってくるし、そのいろんなものと依存しなきゃ生きていけない人間っていうものがここの建物の中では自然と調和して自然と一体となって暮らしている。そういうところをこの建物を見てもらったら、磯崎新さんのおっしゃるもう一つ別の出発点があるんじゃないか、そこっていうのは本当は生命が躍動しているような空間じゃないのかという、そういう人間の原点みたいなものに戻れるような気がしております。
だからこそこの建物を武蔵野市にこれから源田君をはじめいろんなマヤさんとか山のように武蔵野啓明会にはたくさんの人材がいらっしゃるので、こういった方々を含めて地域とか文化とか宗教とかいろんなもののことは異なる方に共有していただきたいなと思って、この活動にもう去年の8月からずっと尽力をしております。今後とも引き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。私からは以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。非常に磯崎まで出てきてすごいお話しされてびっくりしたんですけど、やはり本当にこの建物残ってよかったなと思います。チャットの方で質問が来てるんですが、源田さんお答えできますでしょうか、手短に。おそらくですね、このご質問は竹内代表からご回答いただいた方がいいかな、よろしいかなというふうに思うんですけども、ご質問がですね、武蔵野市への移管後の使用用途ですね、あとはその修道女会が今後どう関わっていくかというのが分かれば教えてくださいというのが、ご質問2つをまとめた上でそういう質問になると思いますけども、代表お願いできますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。私の立場はナミュールノートルダム修道女会の顧問弁護士の立場でもございまして、同会の幹事を務めさせていただいております。ナミュールノートルダム様はこれから広島に本部を移転されるんですけれども、その後私は東京に残って皆さんナミュール様の意思とか武蔵野啓明会とか赤星哲馬さんとかそういったレモンドさんとかそういった方々の意思をこの地域に伝えていきたいと思っております。この地域はもともと人々を誰も相談することができないときに全て抱えてきて受け入れてきてお話を聞いていたところです。やっぱりいろんな今自殺とかいろんな問題が起こっている中で、こういう施設が一つあるっていうのはどれだけ私たちにとって心強いかっていうふうに思います。よって私たちのこれからの活動っていうのも地域の中で孤立する人を作らないように懸命に活動していきたいと思っておりまして、そのために私たちは去年の8月17日に署名簿を立ち上げて作って、その中に活用例も含めて書かせていただいてます。その活用例にたくさんの方が共感してくださって、9月17日には私の家でまず第1回の会議を持ちました。で第2回目以降はすべて赤星立村邸で行っておりまして、その結果としていろいろな利用目的の案が出てきております。またドコモ様はじめ見学者の方にもたくさんの案を出していただいたので、私たちは今これらの署名簿を持って中間提言という形で武蔵野市長のところに行くことを予定しております。で武蔵野市ではまだ譲り受けてから利用目的を考えるという今白紙の状態ですので、この状態で署名いただいた方々の意向を伝えられるように今みんなで頭を絞って中間提言をまとめているところです。以上でございます。ありがとうございます。まだ利用方法としてはこれからっていう形ですかね。でもはい、おっしゃる通りです。ドコモとしてもご協力できることあれば、ドコモ様とご一緒に活動するようにというご意見がありまして、それはこの建物の趣旨から照らして一番ふさわしいと思ってます。なんといってもアントニー・レモンドさんは日本近代建築の父と言われた人なので、やっぱりその後の建物にその設計思想が残ってるような気がするんです。いろんな人が変わっていても、だからやっぱここを拠点にしてドコモ様に活動していただくっていうのが日本近代建築を全体として保存する上で極めて有用ではないかと思っております。どうもありました。はい、どうもありがとうございました。それではちょっと時間も迫ってしまいましたので次行きたいと思います。じゃあ、名古屋の、大英ビルジングについて、香川さんからご発表をお願いいたします。はい、いかがでしょうか。すいません。はい、大丈夫でしょうか。お願いします。香川と申します。建築設計をする傍ら、ドコモもの活動にも加わって、おります。現在理事を務めております。大英ビルジングという建築について、ご紹介します。前の2つより随分後になる建物です。現在はアーク栄東海ビルという名前です。設計者がポール・ルドルフ、山下司、能賀雄二のお三方
となっております。現在 の, 名古屋の割と中心街に近いところなんですけれども、白川公園というのが大きな公園がございまして、黒川紀章さん の, 私立美術館なんかがあってよく知られている、そこからまあ歩いて5分ぐらいのところにある、まあ、今はビルがご覧の通りビルが密集した、高密度の商業地にある商業ビルです。こういうところを歩いていると建物の個性というのはなかなかわからないんですけれども、このビルはそれでもですね、なんかちょっと特別なものがあるんじゃないかと、思わせる佇まいです、上を見上げるとこのように、なっております。これ現在の、状況です。アーク栄東海ビルというのは、まあ、竣工したのが1973年、です、衣装設計がポール・ルドルフ、それから山下司、能賀良治、この山下さんと能賀さんについてはちょっと後で、説明します筆頭にポール・ルドルフというアメリカの、建築家です。実設計は、この並んでいる山下司さんの事務所、それから、構造設備は山下さんが勤務していた工学院大学の、まあ、同僚にあたるお二方、それと東映設備、施工が竹中工務店、近畿電機、大気社といった陣容で、設計施工されております。まずポール・ルドルフという人について、1918年ケンタッキー州生まれで、アラバマ工科大学を卒業した後ハーバード大学へ行って、その後アメリカ海軍に行きます。まあ、ここでの経験はその後の、建築的な手法に、影響があったんじゃないかなと思いますが、軍から戻って、ハーバード大学に大学院修了して、ハーバード時代に勤務していた仲間の事務所にしばらくいて51年に独立で、よく知られているところが58年から65年まで、イェール大学の建築学部長を務めておりました。97年にニューヨークの自宅で、亡くなられなったのは17年後。で、大英ビルジングというのは名古屋に、ありました住宅メーカーです。これが本社ビルとして、建てられております。でちなみにこれがまあ、あえて昔の写真なんですけども、山下さんの写真なんですけど、イェール大学の建築学部、建築芸術学部と正確には A&A と言われておりますが、そこのビル、これがですね、ポール・ドルフが設計して非常に、知られた建築で、まあ、まさに代表作と言っていいと思います。こういうダイナミックな断面でですね、こういうパースの効いた断面パースを書いてですね、建物の空間を説明するっていうのは非常に流行ったと。私よりまあだいぶ上の世代ですね、みんな断面パースを、まあ、今でも書きますけれども、もう建物を説明する、まあ、主役のような、位置づけで、力を入れて書いたという時代がございました。 A&A ビルディングのパースですね。で、イェール大学はまあ、いわゆる IB リーグの名門でして、建築に限らないんですが有名人がたくさん配置されてます。で、ポール・ルドルフさんが在籍した頃の教え子として、リチャード・ロジャース、ノーマン・ホスター、まあ、2人のイギリスの巨匠ですね、まあ、イギリスの大学を出てから、イェール大学に留学しております。で、日本人では例えば、岡田真一さん、それから先ほど共同の設計者として、上がったお二人もイェール大学での卒業生になります。
能賀さんはあのカレッジからずっとアメリカですね。山下さんは、大学出て、仕事を工学院大学に勤務した後に、留学をしております。でこの山下さんと能賀さんのお二人は、帰国した、その後、ルドルフの事務所で働いております。学校で教わって事務所で、勤務者と、割とこうつながりの濃いお二人です。で後に帰国後ですね、お二人とも仕事をするわけなんですが、大英住宅のプロジェクトに、参画して、おります。でこの大英住宅のですね、社長があのこの二人から割と影響を受けたらしくて、社長が直接、ポール・ドルフに設計を依頼したと聞いております。ちなみに、イェール大学 の、 あの先ほどルドルフの建築をお見せしましたが、その他にもですね、ルイス・カーンとかケビン・ローチとかサーリネンとか、あのもう東海岸のもう有名建築家の、まあ、代表作といえるようなものが並んでおります。ですから当時あのこの大学に、まあ、教授として招聘された、ポール・ドルフは、まあまあ、アメリカの星といいますか、もうスター建築家でありました。それでですね、これが大英住宅の本社ビル、大英ビルジングの、図面であります。原案の断面パースが左側にあって、右側が、まあ、1階の図面と基準階の図面でございます。ちょっと荒くて申し訳ないんですけれども、あの先ほど写真でお見せした接道している通りがですね、まあまあ、右側、若干車のシルエットが見えますけど、にあってそこからアクセスします。で、吹き抜けになっているように見えてますが、地下1階から、2階のところが、大英住宅の、ショールームになってました。で、大英住宅ではですね、あの山下さんの大賀さんは、2x4 とかですね、プレハブ住宅の開発を、やっておられました。まあ、そういった一連のものの、ショールームですね。で、3階以上は、まあ、オフィスという構成になっております。まあ、いわゆる町場のオフィスビルなんですけれども、そこに、こういうアメリカの建築家のアイデアをどうやって展開しているかというところが見どころではないかと思います。ただ、今回申し訳ないんですけれども、入居者のですね、事情がありまして、あまりこう内部について、お見せできるところが あまりないんですけれども、申し訳ありませんが、ご了解ください。これが1階の平面図になります。右側が先ほど写真でお見せした接道している、ところでございます。自動車がこう入って地下が右下が、まあ、車道ですね、車が入ってカーリフトがあって、地下が駐車場、上がまあコアになっていて、曲線をですね、こう使うところが完全にルドルフデザインになっていて、ここは現在、まあ、名前が違うということは、つまり所有者が何度か変わってですね、このショールームの空間そのものは、残念ながら現在は失われているんですが、途中までの、まあ、階段であるとか、手すりであるとか、そういうディテールは現存しております。でこれが基本的な建物の構成です。対角線上に構造のコアがあってですね、構造つまり柱とかですね、そういう耐震要素のコアがあって、そこに人間がたまるスペースが対角線の
上にあって、そこをこう S 字に、これはまあ逆 S 字ですが、S 字にこう人が流れていくと、ルドルフはよく流動する空間という言葉で、人の流れを、説明していたんですが、その、シンプルなこのビルにおける空間の構成です。このビルはですね、ポール・ドルフのやる設計のですね、特徴が非常によくコンパクトに表れていると言っていいと思います。構造はですね、Gコラム、それから構成の、建築でいうと SRC になるわけですけども、柱のところが鋼管を使った G コラム、それからワッフルスラブという構成型枠を使った床、これで全体を構成していく。右側の写真がワッフルスラブを見上げた状態です。構成の型枠を組んで、鉄筋を組んでコンクリートを流して、最終的にエアで、空気の圧力で構成の型枠を脱形していくという、つまりその、こういう工法的なところをそのまま衣装として見せる、大変モダニズムらしい、やり方に、なっておると思います。それから、ですね、先ほど申し上げました円弧を多用すると言いましたが、ルドルフの建物はですね、ここに限らず大体こう大きな要素っていうのは円弧、あるいは完全な円を使ってまとめていくんですが、それがいろんなスケールで出てくるんですね。この写真で、少し分かると思いますが、入り口の導入部のところ、上り口に階段があったりして、で、もちろん柱の丸さ、その奥に円形の物体が浮いてますけれども、あれは当時打ち合わせ室みたいになったんですね。ショールームですから、お客さんが、そこへ入っていく小さな小部屋になっております。そして右側の写真で、階段の段板の端が丸かったり、手すりの端部を丸くしたりとかですね、右下がですね、これは内部階段の収まりのところなんですが、そうですね、幅が50ミリぐらいの、見切り材なんですけど、こういうところまで丸くする、必要に丸で、収めるというのは大変ルドルフらしい、やり方で、流動する空間というところと関係していくんだなと、いうふうに思ってます。それからですね、ガイルにおけるコートのシークエンスといいますが、前の写真で人が溜まっていたりするような空間があったと思いますが、公開空地ではなくて、このビルが自主的にですね、こう人が入っていける空間を設けてるんです。で、これが道があって建物が並んで、あるピッチでこうそういうへこみのような、小さな、コートですね、そういうところを作って、街並みを作っていく、都市建築としてのあり方を示そうという、これが当社のコンセプトなんですが、この建物が建った当時はですね、周りが木造の旅館とかですね、何もないところが結構ありまして、この感じは全然なかったそうです。よくわからんと言われてたそうですが、今50年近くなった経った今現在、こういう試みがちゃんと機能しているなと、いうふうに感じます。この空間ですね、こう人がなんかいますけれども、実はここはですね、見せられない事情の一つなんですけれども、ある芸能プロダクションのオフィスがそのかつてショールームだったところを、改修してですね、ホールと事務所というふうになっておりまして、アイドルグループとかですね、活動してする拠点らしいので、出待ちの人がなんかうろうろしているという、うろうろさせるために空間ができているという、
まあ、そんな状況になっております。それからルドルフといえばですね、コンクリートそのものの表現、表層をですね、先ほどお見せしたイェール大学の建築学部棟なんかが有名なんですけれども、コンクリートの剥離仕上げというのがありまして、こう小さいハンマーでコンコン叩いてわざと荒らすんですね、そういうのことをよくやるんですが、ルドルフといえば剥離仕上げ。ただしアメリカの剥離仕上げはですね、日本人の我々から見るとですね、大変大雑把ですね。でっかいハンマーで叩いた。日本だと小さいハンマーでコツコツやっていくんですけれども、大変まあ、荒々しいというかですね、力強いイメージがあるんですが、このビルの場合は同じようにこうストライプを表現するために型枠を加工して出目地を作ってます。目地が出っ張ってるんですね。で、竣工時はこれは白く見えるんですが、竣工時は打ち放しでした。で、残念ながら改修時に2000年代半ばだと思うんですけれども、2001年に大英ビルジングが倒産してしまいまして、でその後何人か持ち主が変わっております。で、ある時白く塗られた、まあ、メンテナンス上仕方がないのかなというところもなきにしもあらずです。実はこういう剥離仕上げとかですね、こういう出目地というのはですね、時間が経っていくとこう劣化する部分、ここがきっかけに劣化するようなところがありまして、維持管理上、まあ、仕方なかったのかなという気はしております。で、ちなみにこの型枠加工、右上に図があります。これは現場管理を担当なさった方から、いただいたんですけど、こんな感じですと。型枠をですね、こう三角形にこう継ぎ目のところサネになってこういうふうに、収まってるんです。サネになっていて、いちいち型枠大工がこう加工して、作っていくんですね。竹中工務店が担当したんですけれども、型枠大工がもう本当ほとんど嫌になったと。こんなにやってられるかというぐらい、徹底的に、この表現、をやったそうです。まあ、結果として全部やりましたから、心が折れずに全部施工できたようです。それから何といってもこの建物をですね、最初に見て皆さん、おっと、先ほど大宮さんもご指摘されてましたが、このアルミパイプのルーバーですね、これは一体何だということなんですが、もともと北西に向いてまして、まあ、西日が来るので、そもそもヒートゲインを防ぐという普通のルーバーの意味があるんですけれども、それの合わせて、山下さん自身はオフィスビルのガラス面の反射対策だと、73年当時、ガラス張りのビルからキラキラ反射が来るっていうのはそれなりに気を使わなければいけない、ことだったようです。それから、先ほどストライプのコンクリートの仕上げをご紹介しましたが、まあ、その仕上げの一部ですね、建物のすべてがこういうストライプで構成されていくという、そういう意匠的な、やり方だと。ただしこのアルミパイプを使うというのはルドルフの他の作品では見られません。日本に来て日本でやれる表現、さっきの型枠で表現したデメージと同様、山下さんと能賀さんという日本人の2人が事実上その後実設計に関わったということが影響してるんじゃないかなというふうに思います。日本的な事情というものを、反映したと。で、おそらくルドルフの建築としてはですね、非常に小さい建物なので、こういうスケールの操作、ディテールのですね、見えてくるスケールの操作というのは、だいぶ意識したようです。ルドルフの基本設計時のスケッチにもこのルーバー書かれてるんですけれども、
あの素材を何にするかっていうのは、まあ、実設計進めるにあたって、決めていったんだと思います。それからもう一つよく聞かれるのが、あの層ごとにこう千鳥になっている、互い違いになっている、近年よく見られるルーバー建築、先ほどご指摘もありました、あれはああいうやり方はどちらかというとこの構造体とかですね、内部空間と全く違う素材とか形状を使って雰囲気を一変させる道具の道具として使う、そういうやり方だと思うんですが、ルドルフのこの場合は、層ごとに切ることで先ほどお示ししたこのワッフルスラブの床もちゃんと分かるし、柱の位置も分かるし、表面の仕上げもつながっているということで、表現として一連のものだというふうに捉えた方が、いいと思うし、ルドルフの理解としては、まあ、そういうことなんだろうなと。階段の部分の小さいディテールから始まってこういう丸い形で収めていくという、連続性のある衣装、というふうに、捉えて、よかろうと思います。そして何よりもですね、このペントハウスのこの造形、斜めになってる、あの屋根が斜めになってるところはですね、あのこれはあの前面の道路の車線からやらざるを得ないあの法規的なものだと思うんですが、あのルドルフの建築 の, あの円形以外にですね、こういうあの台形とかですね、こう斜めの線というのをこう割と積極的に入れるんですね。でこのペントハウスの形というのはあの完全にルドルフ的な造形です。でこの造形に、なんていうかな、取り込むような、ほうきでしょうがないからこう斜めに切ったっていうふうに見えないように、何かそんなような意図があるんじゃないかなというふうに思います。あの山下司さんはあのペントハウスのデザインに異常なまでの熱意を示したと。で山下さんと能賀さんがあのニューヨークへ行って、ルドルフの事務所で一緒に、図面を描きながらあの詰めていったそうなんですけれども、あのここのスケッチというのがですね、たくさんあのございます。で結果としてこうなったと。で、これは一体何のために立ってるんだと私も当初思ったんですが、あの本社ビルなんで旗が立ってたみたいですね。旗をあのこのちょっと怖そうなあのメンテナンス用の通路があるんですけれども、ここを通って、まあ、旗を掲揚しに行く、まあ、もしかしたら飛来針にもなってるかもしれませんが、まあ、そういう、造形です。このルドルフ的なこの、造形というのがですね、ルドルフ自身はこの町のスカイラインを決めるんだというふうな、言葉を残しているそうです。それからあのポール・ルドルフを説明するときに、大切なあのキーワードが2つありまして、ブルタリズムという、これはあの、言葉自身はあのイギリスのスミッソン夫妻が提唱した概念でして、それ以前の、まあ、いわゆるモダニズムからですね、もっとあの別の表現があるんじゃないかということで、まあ、例えば打ち放しのコンクリートの荒々しさであるとか、まあ、彫刻的彫塑的な、そういったような表現というのを積極的にこう見ていこうということです。ですからあのブルータリズムというと、例えば後期のル・コルビジェとかあの打ち放しを多用してますしね、そういうものも含まれるということです。それからルドルフ自身の言葉なんですが、20世紀のレンガという、これはルドルフがあのこんな風にしたいという意味で言ってるんですが、それは何かというと、トレーラーハウスの工法とか生産技術、これについて、言及した時の言葉です。これはですね、レンガというのはまああれはその一つのモデュールでできた、基本的な一つのモデュールでできたあの工業製品なんだけれども、あれの使い方によって、なんか時間が経つとこう非常にこう
なんていうかな、ぬくもりがあるとか、そんなような表現に変わっていくんだけれども、20世紀現代では例えばそれがトレーラーハウスなんだと、でそういうような建築を目指すということです。ですから、ルドルフの建築はですね、割とこうシステムをこう強調するような、そんな表現が多いし、この建物でもその工法的なところが見てすぐ分かるような、衣装と構造や工法というのが連続して、見せられていると、そんなようなことがあると思います。で、まあ、山下能が西との関係なんですけれども、ポール・ドルフと日本ということで少し、山下さんがポール・ドルフに最初に会ったのは1960年の春、東京で開催された世界デザイン会議に出席のために、来日中の時だったそうです。でこの時にですね、まあ、ドコモモ的には大変重要なトピックがございまして、会議での日本建築家たちの主要なテーマはメタボリズム、すなわち都市は生物の新陳代謝と同じように、古いものから新しいものへ交換できる云々と。でこれがこのデザイン会議で、示されたんですね。でそれに対してルドルフは何と言ったかと言いますと、It is no meaning だ。もう全く評価してないというか、関係ないよというような。で山下さんはそこに好感を持ったということなんだそうです。つまりドコモでよくメタボリズムの時代の話とかをするんですが、建築家はみんなこれをやってたわけではなくて、当然そうでない人たちというのもたくさんいて、ルドルフであるとか山下さんというのはそういう思考は、全くなかったと、むしろ嫌っていたということだと思います。で、これは最近の話題なんですが、実はこれはですね、ベルリンで開催されたシンポジウムで SOS ブルフタリズムというシンポジウムがありまして、これは本になって出版されております。でこのブルータリズムというのには当然ポール・ルドルフ、作品集がありまして紹介されているんですが、日本の例はですね、実はほとんどメタボリズムの人たちなんですね。一緒にされてます。ポール・ドルフと嫌いだと表明したんですが、これはどういうことかと言いますと、ブルータリズムの建物はですね、なぜかあまりこう話題に、世界の中であんまり話題になることがなくなって、だんだんなくなっていってですね、どんどん壊されてる、どうにかしなきゃいけないという、まあまあ、ドコモモの我々、としてもですね、大いに関心のあるテーマなんですが、これがシンポジウムとして開かれて、紹介されました。ですから何と言いますか、建築家のこう考えていることと、この世の中の空気といいますか、あるいは批評の雰囲気といいますか、そういうものであまり一致してないことが結構あって、ドコモとかで活動するとどうもきれいに整理された話をしてしまいがちなんですが、実態はもっとこうドロドロしていて、こういろんな人がまあ喧嘩したりとかですね、そんな状況がありました。で日本においてはですね、少なくとも僕が建築を勉強し始めた頃はブルータリズムって言葉は確かにあったんですが、ほぼ議論されてないです。面白いところで90年代に出版されたですね、割とみんな持ってた建築キーワードという、住まいの図書館出版から出てる本があるんですが、メタボリズムは出ててもブルータリズムは出ておりません。まあ、忘れちゃったんだと思いますけども、そんな感じで非常に評価がですね、まあ、揺らいだ時期もあったんですが、ポール・ドルフの初期作品、これはフロリダの初期の住宅なんですが、
つい1年ぐらい前でしょうか、もうちょっと前でしょうか、あのサザビーズで競売にかかってまして、やっぱりちゃんと売れたんですね。あの大切だと思う人は、今の時代ではちゃんと増えてきて保存されていますが、ただルドルフ作品でいうと代表作の一つ のオレンジカウンティというところの、役場が、これは水害で水浸しになったのが原因ではあるんですが、反対運動があっても割とあっさり壊されてしまいました。そしてもう一つボストンの、ガバメントセンターというのがあるんですが、これもルドルフ財団、アメリカにルドルフの財団というのがあって、そこから緊急アラートが出てるようです。で前の2人 のお話とあまり関係なさそうに見えるんですけれども、ライトと少し関係がありますということで、若い頃、大学生の頃でしょうか、ライトのローゼンバーム邸、これは後期ですね、ユーソニアンハウスの有名な作品ですけど、ここを見て非常に感激したというふうにルドルフが、言葉を残しております。その後建築家になってイェール大学に招聘されるんですが、その経緯についてある人がアメリカの建築教育はですね、一時もうライト一色でみんなうんざりしてたと。でそれに代わる新しい若い建築家ということでルドルフを連れてきたと、そんな話が伝わってるようなんですけれども、ルドルフ自身はライトがとても好きだったということです。それから先ほど の山下さんがルドルフに初めて会った時、彼 の山下さんの勤務先の工学院大学でルドルフがスライドのレクチャーをやったそうです。これはオフィシャルにやったのか定かではないんですが、おそらく工学院大学にルドルフの何年か後にハーバードの大学に出た先生が畑井先生という方がいらしたので、そのアメリカ通の方の紹介でというようなことではないかなと思いますが、そこで、講演を聞いて、食事をするために迎えに行ったんですが、泊まっていたのが、当時の帝国ホテルライトのですね、そこで、空間の質の高さを褒めたという、お話が伝わっております。箸はうまく使えなかったそうです。で、これイェールの建築学部、建築芸術学部なんですが、ここ の構成の仕方がですね、結構ライト的だという見方もできます。コアがですね、こういうふうに、まあ、井桁であったり風車型とかいろんな言われ方をするんですが、中心に大きなホールがあって、そこをこう囲むようにコアが作られていく。まあ、ライトの住宅設計なんかよく風車型に展開するとか言いますけれども、それをこう立体的に構成したような、そんなようなところが見えると思います。ただし、この建物のできた当初分かりにくいとかですね、批判が多かったそうです。ルドルフの評判はですね、70年代ぐらいになると割とこうあまりいい評判じゃなかったみたいなんですね。で、まあ、こういう空間ですね。だけれども近年、やはり、きちんと評価しようという人が増えてきて、これはポール・ドルフ財団がニューヨークに、オフィスが入ってた建物があるんですけれども、そこを根城にして、やっております。で、図版のほとんどはですね、こちらが持っておりますので、今回ちょっとお見せできないんですが、下に URL が書いてありますので、興味のある方はぜひ、アクセスしてですね、見てください。ギャラリーが大変充実しておりますので、有名な断面パースなんかもたくさん出ています。で、むしろ今デザインをやってる人が見ると、結構びっくりするような、そういう素晴らしいのがたくさんございます。ぜひ見てください。すいません、ちょっと長くなりましたが以上でございます。いや、どうもありがとうございました。質問がチャットで
築年代から察するに耐震補強や大規模リニューアルを行われているのでしょうかってことなんですけど、はい、リニューアルはしてます。持ち主はこれ現在3人目ぐらいかな。で最初は当時のままだったんですが、こうまず広く塗ったということと、大英ビルジングがなくなってしまいましたので、今は普通 の、 テナントビルになっておりまして、パーティションが適宜入れられて小割りにされて、それぞれの部屋に入るといわゆるオフィスビルという感じです。で、1階の吹き抜けのところもなくなってるんですが、そこにその、ホールがあってアイドルがなんかやってるらしいですが、こう構造がですね、割とシンプルなので、まあ、可逆的といいますか、パーティション全部外せば元に戻る状態には今もなっています。構造は特にやってないようです。それから設備はもちろん変えてますが、設備系もですね、これ露出なんですね、最初から、ダクト類が、なので、更新なんかがしやすいというのも、これは壊されない理由の一つではないかなと。それなりに、安い金額で、回収できた。例えばこれの1年前にですね、中銀カプセルタワー、黒川紀章さんのできてますけど、あちらは設備問題も一つのネックであると、いうふうに聞いておりますので、これだけ時間が経って、使えているというのは、当初の設計、シンプルな設計というのがうまく機能したと。でこの弟子にフォスターとかロジャースがいるっていうのは、なんとなくこう腑に落ちるようなところもございます。ありがとうございます。はい、すみません、ずっと聞いてたいんですけど、時間がなかなか厳しくなってきまして。すみません。いえ、とんでもないです。いや、これはすごいですよ。素で見たら90年代かなと思うぐらいなハイテクスタイルですもんね。実は当時ですね、評判悪かったようです。あ、そうですか。時代が進みすぎちゃってるんですね。よくわからんっていう、かと思いますところと、あとルドルフがあまりにも有名すぎて、いわゆるみんなが思っているルドルフのアメリカの建築と違うじゃないっていう、そういうところがどうもみんなよく分からなかったです。ただルドルフ自身はやっぱり現役の建築家でしたから、これ以降ですね、アジアで、香港とかシンガポールとかで建物を建てていくんですが、どんどんスタイル変えていきます。だから先ほど申し上げましたが、建築家の気持ちとそういうモダニズムとかブルータリズムとか言ってる方とですね、若干こうズレがあると言いますか、そういうところはよく出てる。面白いです。今見るととてもいいビルだと思います。いや、素晴らしいです。なんかまた話も尽きないんですが、すいません、時間がもうかなり押してしまいましたので、すいません、今日はちょっと私 の、 予定の立て方が悪くてちょっと伸びてしまったんですが、次回、12月5日、第2回が12月5日、第3回が12月6日、2日連続で行いますので、両方とも14時からですので、ぜひご興味がありましたら、ご覧ください。内容についてはドコモジャパンのホームページでご参照ください。いや、今日はどうもすいません、伸びてしまいました。でも非常に面白い、3人の皆様に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。すいません、ちょっと急な変な終わり方で申し訳ございません。皆様、ご聴講いただいた皆様、どうもありがとうございました。ここで失礼いたします。